はい、皆さんこんこにちは未来と共同代表の鈴木真嗣です、えー、今日はアメリカ大統領選挙の行方についてお話ししていきたいと思います。7月13日に共和党のトランプ前大統領に対して襲撃事件が起きい、まあ、トランプ氏はですね、一命を取り奇跡的に取り留めたわけなんですけれど、えー、これをきっかけにしてですね、 トランプ氏の支持率が上がったということで、現職のバイリン大統領に対する撤退圧力が高まっているわけでございます。これが、まあ、その、どうなるのかということについてですね、お話しして、さ、え、ら、ー、にですね、えー、最近、テスラや X、旧、うん、ツイッターのですね、イーロン・マスク CEO が、トランプさんへのですね、支持をはっきり打ち出しました。彼の 行動の危険性についてもお話していきたいというふうに思っております。イーロン・マスクの件に関しては、かなり実はですね。 深刻な問題なのでぜひ皆さんお聞きしていただければというふうに思います7月13日のトランプ襲撃事件ですけれどまあ、奇跡的にですね右側の耳に銃弾が貫通しただけでですね他のところに当たらなくて生命に別状なかったということでトランプさんに関してですねまあ、それは非常に良かったということだというふうに思っていますまあ、これに関してはいろいろ意見があるところだというふうに 思うんですけれどそれはまあともかくとして、ですねこのことをきっかけに、トランプさんへの支持率というのがまあ相対的に上がって、特にこのあと共和党の党大会が開かれまして、そしてです、ね、政府服大統領候補が指名されて、まあ、受託演説を行ったということなんで、それでまあだいたい党大会が終わった直後というのはですね、 その党の支持率というのが、まあ、伸びると、上がるという傾向があるんですけれど、これの一方で,です、ね、このバイデンさんに関しては、6月の討論会。 まあこれは例年はもっと遅い秋、深まった時に行われるんですけれど、今年はまあ異例ということで、まあ、6月に行われたということです。いろいろ諸説あるんですけれど、ある意味ですね、バイデンさんの,その最近のこの言動ですね、認知機能について大丈夫。 というようなことが党内でいろいろこの憶測があって、えー、それをまあ打ち消すとか、さらに、えー、もし変えるんだったら早めの方がいいという決断が周囲の方にもあって、いろいろな思惑で。 えー、バイデンさんがあそれを承諾したのかもしれませんけど、結,局、えー、結果としてはですね、まあ、大失敗に終わったということで、バイデンさんの肉体的な、あ,あとまあ認知機能に対する疑念というのがまあ深まってしまったということでございます。さらに、ですねその後も、まあ、なかなか疑念というのを払拭することができないで。 そして、まあ、トランプ襲撃事件と党大会ということで、いやこのままではバイデン氏はもう確実に負けそうだという声が非常に強まって、でえー、民主党の本ですね、重鎮であるチャック・シューマンー上院議員やあナンシー・ペロシ。 下院、えー、議員ですね、それぞれ上院と下院でのトップだった人たちであるんですけれど、彼らがあのバイデンさんに見切りをつけたというふうに言われています。オバマ元大統領もお、まあ、非常にこれは危機的な状況であるというふうに懸念しているということです。37人でしたっけ、えー、今日は4月の21日なんですけれど、このバイデンさんではダメだということで、撤退を求める声が高まっているということです。 バイデンさんはあ今のところ選挙戦を継続するという構えは崩していないんですけれど、しかし、えー、今日のニュースでは、ですね、一応、バイデン系で,です、ね、家族で、えー、この選挙戦撤退を話し合ったということで、ここを何日かがですね、バイデンさんに。 のの運命れれ目だといいう,うに言われています私としては、個人的にはやはりバイデンさんはもう撤退やむなしではないかというふうに思っています。もともとバイデンさんに関しましては、政権の時の運営というのが正直あまりうまくいっていなかったなというふうにまあ思わざるを得ませんで、特に外交面ですね。 えー、これはあのアフガン撤退から始まってで、このアフガン撤退を無理やりやったことによって、タリバンに政権を奪われてしまったと、それを見て、まあ、プーチンがバイデンのことを、まあ、ある種なめたということもあって、まあ、ウクライナ戦争を引き起こしたという側面があるのは、そんなもんだろうなというふうに思うわけです。 でまあ、ウクライナ戦争も長期化していて、さらにですね、中間選挙で負けて、えー、議会下院が共和党が多数派を占めることによって、でまあ、その長い間ですね、えー、このウクライナ支援法案が通らなくて、ウクライナがかなり不利なあ状況に置かれたと。 こういった失敗があるわけですね。でまあ、あとは国内のことに関しましても、コロナ、そしてウクライナ戦争をきっかけとしたインフレ問題に対処できていないというところで、国民の不満が高まっていると、えー、もう一つ、やはり移民問題ですね。えー、このの移民の是非はともししましてて、えー、バイデン政権になって 移民政策がだいぶ、まあ、緩和されたということで、えー、中南米から、まあ、中南米だけではなく、どっとう移民が押し寄せるようになってきてしまって、生活環境というか、まあ、治安ですね、なんか悪化したというふうに、いろいろなところで報道されているわけです。カリフォルニア州ではあ13万でしたっけ、えー、ぐらい。 ですねえー、以下の,その窃盗だったら、軽、まあ、犯罪として実際、捕まらなくなってしまったということで、まあ、非常にカリフォルニア州の治安が悪化しているということがあってです、ね、カリフォルニア民主党の牙城なんですけれど、まあ、こういったところもあってで、それがまた移民問題とかと結びつけられていたりする、アメリカの経済が弱いというふうなわけではないんですけれど、まあ、実感としてですね、 えー、このアメリカがバイデン政権になって良くなったかというと、そう思ってない人が多いということで、不利な状況に置かれているわけです、もちろんですね、トランプ政権の時が良くなかったから、まあ、バイデン政権がこう生まれたわけなんで、じゃトランプだったら良かったのかというと、全くそうではないというふうに思うんですけど、現状、バイデン氏の この少なくとも3年間の政権運営に対して、国民がよく思ってないということはまあ事実なわけですね。で、それでもって、えー、さらにまあバイデンさんが、この席の4年間です、ちゃんと政権運営ができるのかというと、まあ、非常に、これはなかなか厳しいなというのは、誰も思うコロナじゃないかなというふうに思うわけですね。えー、なんで、まあ、バイデンさんをやっぱりやめてもらうって、他の人にすると。 いうふうな話が出てくるのは当然ですね。で、けれど、じゃあ、あそのバイデンさんが辞めるのかっていうと、やはり本人はあやりたがっていると。本人があギブアップしたとしてもですね、変えられるかという問題も、これも大変な問題であるというふうに思います。 前例としてはですね、1968年のアメリカ大統領選挙において、当時の民主党の現職のリントン・ジョンソン大統領が本命視されていたわけなんですけれど、ベトナム戦争の、まあ、泥沼化があったわけですね。えー、他の候補ですね、マッカーシー上院議員だったかと思うんですけれど、予備選で痛い目に遭いまして、で、このまま行く。 でも,もう勝てそうもないということで、3月31日にですね指名を受けないという決断をしまして、その後ロバート・ケネディ元法務長官司法長官ですね。 が有力だったんだけど、アナウンサーされて、えー、ヒューバード・ハンフリーさんがですね、副大統領が、まあ、結局大統領候補になって僅差で、ニクソンさんに負けたという例があるわけなんですけれど、まあ、今回3月31日と今日は7月21日なので、まあ、4ヶ月も遅いということになっていて、民主党の党大会も来月ですよね、えー、間近ということで、かなり結構、 急に話になってくるということで、あと何日かが勝負なんじゃないかなというふうに思っています。で、仮に、じゃあ、バイデンさんが、この撤退を表明した場合、誰になるかというふうな話になると、今の副大統領であるカマラ・ハリスさんが最有力であることは間違いないということです。トランプさんとハリスさんだったらどっちっていうふうな話になると、 ハリスさんが答えた人の割合が世論調査で45%、トランプは47%ということでした。他の候補がですね、何人か挙げると、えー、民主党の人ですね、ミシガン州のグレン・チェン・ウィットマー、ー女性の方なんですけど、この人はわ私は一番推しなんですけど、この方とトランプさんとの対決では、ウィットマーさんが42%、トランプさんが47%と。 えー、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事ですね、この方は男性の方なんですけれど、ニューサムさん43%、トランプさん48%と、2020年の大統領選挙で民主党の指名獲得をですね、えー、バイデンさんやバニー・サンダースさんと争ったービート・ブーデッチ県、えー、運輸長官ですね、えー、これもブーデッチ43%、トランプ47%と。 えー、4ポイント差ということで、今4ポイントから5ポイントトランプの方が有利になっていると、えー、いうことであります。で、まあ、これはまあちょっとなってみなきゃ分からない話ではあるんですけれども、民主党としてはそれなりに、えー、このですね、今挙げた4人だとなかなかリスクがあるけど、どうするかと、まあ。特にハリスさんに関してみると、 えとまあ、政治的なあこの妥協ということですね、人種的なものと、まあ、性的なところでの補完関係というところで、まあ、バイデン氏に選ばれて副大統領になったんですけれど、なかなかこのハリスさん自体がバイデンさんとうまくいっていないというふうにも言われておりまして、まあ、さらにいろいろな面でちょっときついんじゃないかなという意見は結構多く聞きます。で じゃあ、もうトランプ圧勝なのかというふうになると、おこれはですね、必ずしもそうではなくて、まあ、最強の候補と言われる人がいまして、それは誰かというと、おバラク・オバマ前あ、元大統領の夫人であるミシェル・オバマさんですね。この方だと、調査会社、エプソスの世論調査によると、 50%対39%、11ポイントの大差でリードしているということになります。これだとまあ分からないですね、ただ、ミシェル・オーバーマーさんは非常にまあキャリアで見ても非常に優秀な方だということは、私もそう思うんですけれど、ただ、政治経験としてはないわけなんです、その大統領夫人としていろんなところで出られたとか、はずもされている方なんですけれど、トランプさんみたいなです、ね、相当変わった方です。 立花隆さんみたいなこのキャラだというふうに思うわけなんですけれど、普通の人だったら考えないとかやらないような言動を繰り返すトランプさんですね。討論会で、こう、極めて常識的な方と、トランプさんみたいな人で、 まあどうなのか、ちょっと予測不能なところがあって、もちろん民主党としては十分準備するんでしょうけれど、まあ、なかなかちょっと読めないところがあります。いずれにしましても、結構、この民主党としては非常に危機的な状況であって、バイデンさんでこのままいくっていうふうになったら、もうそれこそもう負けるというのはほぼ見えてるような、よっぽどのことがない限り、ちょっと。 逆転というのは、まあ、常識的に考えて厳しいという話なんで、それでそのまま民主党が納得しちゃうのかなと思うと、うん、ちょっと私は疑問に思っています。アメリカ大統領選挙20年に続いてかなり混乱があるということは、まあ、確実かなというふうに思っていまして、もちろん日本がですね、どっちに転んでもそれなりに対応するということはやっていかなきゃいけないというふうには、 思いますうー。ここからが、えー、今日のもう一つの本題なんですけれど、うん、イーロン・マスクさんがですね、あの先ほども言ったんですけれど、トランプさんがあこの襲撃事件、ね、あった後にですね、トランプさんへの支持をはっきりと表明したわけです。 イーロン・マスク氏はもともとトランプ氏側に、まあ、あこのシンパシーを感じているというふうに言われていて、まあ、彼自身はです、ね、自分をニュートラルだとかいうふうに言っていたんですけれど、まあ、多くの人がどちらかというと、かなり彼は保守的というか、保守的とも言えないんですけど、リバタリアンであることは確実なんですが、どちらかというと、その共和党とかトランプに、ね、親和性が高い人だというふうにまあ えー、思ってるわけです、ね、そのイーロン・マスクがもう個人として、えー、どちらかの政治家をに支持を表明するということは、普通は個人の自由な話なんですけれど、彼は、まあ、その X、旧ツイッターというですプラットフォームの所有者なんです。で、えー、これがですね片方の陣営に味方してしまうと、非常に問題が出てくるわけですね。 で、イーロン・マスクさんは早速ですね、今日もなったんですけれど、なんかある AI 動画を取り上げてですね、これに関して、トランプさんをにですね、バイデンさんとオバマさんと、さらに、まあ、イーロン・マスクが、この仲が悪いですメタのマーク・ザッカーバック CEO ですね、この対決という話になって、 で、トランプがあ、その、バイデン、オバマ、マーク・ザ・ッパーバークを、なんかこう、打ち負かす、追い払うみたいな、こんなような話だったんですけど、これのお AI 動画を見てですね、なんか、あベスト・ムービー・アイ・ハブ・エヴァー・シンみたいな、そんなような感じだったんですか、えー、というふうなあことをコメントしていたわけなんですね。 うーんこういうことを平気でまあやっちゃう人なんで、彼がですね、まあ、いわばトランプ陣営の動画だけをバズらせて、バイデン陣営に関しては取り上げないというふうなことをですね、そういうふうに設定するっていうことはまあ十分考えられることなんですね。そうすると、東京都知事選で10動画だけがこうすごい再生回数になって。 他の陰影の動画が、あまあ、全然っていう。まあ、これは、まあ、要は、それは石丸さんの方のですね、戦略の問題だったんで、まあ、それはまあ、いいんですけど、プラットフォーマーがー恣意的にそういうふうにやっちゃうと、これは非常に問題なわけなんです。で、えー、X は、なんていうのかな、その言論的なところで言うと、かなり独占に近いところであるわけですね。 まあそのスレッズという、それこそマー,カー,マーク・ザッカーバーグがあーその対抗して作ったものもあるんですけど、まだ全然なわけなんです。それインスタとかはもちろんその影響力あるんですけど、もともとやっぱりそれはどちらかというと違うフィールドルなんで,で、これで X があトランプ寄りのメディアになってしまうというと、これが選挙結果に非常に影響を及ぼして、 イーロン・マスクがいわゆるリベラル政党に対しては敵対な的な行動を取ると、世界で右派政党ばっかりですね、応援してしまうことに、えー、寄与すると、こういうふうに話になってしまったら大変なことなんですね。こういうようなことに関しては、議会、国会でですね、えー、話し合われるべき話だというふうに思うんですけれど、 アメリカのこの連邦議会は、いわばねじれ国会になっておりまして、上院では民主党が過労して多数派なんですけど、下院は共和党が多数派というふうでおりましてで、両方が納得しなきゃう何にも決まらない状況になっているわけですね、実質的に。なので、そしてそういった規制をかけることが無理,で無理だというふうに分かって、まあ、イーロン・マスクが調子に乗っていると。 いうふうに、まあ、見えるわけですね、私にとっては。いや、これは非常に大きな問題で、でまあ、トランプが勝ってですね、えーまあ、4年になるか分かりませんけど、2年でもいいんですよ、途中で、まあまあ、負けるあの、その中間選挙で負けて、えーまあ、またあ、そのね、公衆入れ替わりでねじれ国会になるかもしれませんけど、とにかくですね、えー、その2、3年間、そういうふうにですね、片方の陣営に、 えー、X というこのプラットフォームが思い切り肩入れするということになって、それを動かせないということであるのは非常に問題だということです。方向を解決するという,なんていうの方法が見つからないというのは、まあ、非常に困った話で、まあ、せいぜいマーク・マークザッカーバークさん頑張ってくださいという以外ないんですけども、別に私はあのメタの応援をしているわけでは全くないんですけれど、というふうに、まあ、思うわけです。 日本でも東京都知事選のですね、石丸現象に対して、まあ、私は非常に批判的な人間なんですけど、いろいろ意見がありまして、えー、で改めてインターネットのですね、SNS のこの問題について、まあ、脚光を浴びてるわけなんですけれど、日本でもしっかりとですね、今言ったような問題を取り上げて、より公正な仕組みというのをですね、 えー、救っていかなきゃいけないと特にまあインターネットですね上で、えー、まあ誹謗中傷というのが繰り返されていたりとかでありましてここら辺に対する対応ですね国民のみんなで議論していくということが必要なんじゃないかなというふうに思います、えー、それでは今日はここまでです、えー、この動画が良いと思った方はあグッド評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました